今日はこの鬼滅の刃がこう流行ってるというので、はいはいはい、まあ、実際その鬼滅の刃から学ぶ、まあ、ビジネスのヒントみたいなのをこう、だからなんで流行ってるのかって構造を見ることによって、うん、なんとなくそのマーケットを知るっていうのがあって、これが本当ね、はい、むちゃくちゃやっぱ勉強になるなっていうのは。はい、今日も始まりましたレスポンスチャンネル、マーケティングコス社長の仕事だということですね。今日はゲストに北岡さんをお招きして放送していきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。はい、もう頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、ね、はい、もう何しましょう今日は。今日は何しましょう、まあ、前回この、まあ、さっきこの収録の前に結構ボロカスこう言われまして、はい、そうですね、まさか小川さんが現れてそんなに高木君文句言われるかという感じですね全然喋んないでしょってダメだよ、ダメだよって、なんであの喋んないのみたいな言われてましたね。ボロカス言われて20分ぐらいこうね、はいはい、そうですね、久々に僕も1年、2年ぶりぐらいに会ったので。あ、そうなんですか。そうそう、久々に会いましたよ。あ、そうなんですね。ばったりと会いまして、え、しかも彼トイレ行く直前で僕が入り口にいてて、はい、おー北岡さんって言って寄っててここまで一緒に来たから、はい、多分トイレ20分間行ってないですよ。あ、そうなんですね。行きたくなかったんですよ、多分トイレ。とりあえずなんか出たかったんですよ。北岡さんに声かけようみたいな。そう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 。何してたんでしょうね。はい。なるほど。え、はい、その1年、え、そんな会ってないんですか。結構連絡取ったりとかは。僕あんま分かんないですけど。全然しない。多分1年、2年ぐらい前に1回食事に行った。はい、きりですよ。あ、そうなんですね、うん、多分山田さんとかと3人とか4人で3人で多分山田さんと食事行ったきりですよ。へー、はい、あの時以来。そうなんですね、はいはい、そんなにこう期間が、だから結構こう久しぶりみたいな感じだった、ね、そうですね、びっくりしましたね。なるほど、なるほど、うん、じゃあ今日はその、まあ、その話からで、まあ、さっきもこの話に出てたんですけど、はい、まあ、鬼滅の刃がこうね今すごいっていうので、こう映画見張りました。ちなみに、あ、まだ見てないです、ね、あ、まだ見てないですね、はい、まあ、でも全部単行本読んでるんで。あ、なるほどなるほど、はい、その本は漫画も全部読んだみたいな。全部読みましたよ。アニメも見張りました。アニメもざっくりは見ます。全部は見てないですけど倍速でわーって見たり、うん、倍速で見るんですか。アニメ倍速で見ないですか。マジですか。僕基本的にはお笑い以外は全部倍速で見る。お笑い以外は倍速で見るんですね。だ24はだから20です半分ですよね。もっと早いから 2倍から 2.5 倍ぐらいで大体見ますね。あの、面白かったらもう一回見るのはあるけど、基本的にはもう筋さえ終えればいいから。へえ、そんな感じですよ。そうなんですね、はいはいはい、え、なんでそれは何かあったんですか。なんか昔からその早く見るみたいな感じですか。いや、そんな見たい、ゆっくり。なんかこう見たくないですか、こう順序立ててというか。イラーってしてくるんですよ。そうなんです、ね、話が展開してこないと。もう次早いけみたいな。そうそう、あの間とかいらないんですよ。間とか大事なやつはお笑いとかはちゃんと見るけど、はい、そうじゃないのでちゃんと見るのってあんまりないですね。ゴッドファーザーとかはちゃんと見ますけど。ゴッドファーザーはちゃんと見るんですね、あの映画ね、うんうん、とかは、とかライフイズビューティフルとか、そういいなと思う、何回も見ようと思う映画は、うん、ちゃんと当倍で見ますけど、そうじゃないな、とりあえず一発目は流行ってるものとかも全部含めて、はい、まあ、チェックするのは2倍から3倍ぐらいで見ますね。あ、じゃあもう映画館で見ないみたいな感じですか。ほぼ見ないですね。一番最近見たのは何年前かなんかの君の膵臓を食べたいでしたね。ああ、浜辺美波がもうクソみたいな映画でしたけどね、はい、これ見てる見てる方でいいなって思ってる方もまあいらっしゃると思いますが、いやいや、まあ、なんであの終わり方やねんとみんな思ってると思いますけどね、はいはい、で今日はその鬼滅の刃がこうねすごい流行ってる、まあ、流行ってますよね、いうので、おうおう、まあ、なんか千と千尋も超えたみたいな。へえ、そうなんですね。なんか10日間で100億超えたみたいな、うん、で今150億とかもうちょっと行ってるんですかね。で今も映画館行っても結構埋まってるみたいな。本来このご時世に、そうです、いつあかんでって言ってるご時世に、そうです、それがためにポップコーンなくなったみたいな感じですね。そのなんか今までは間隔を空けて映画館座ってたみたいなんですけど、その詰めないといけないじゃないですか、もう稼ぎ時みたいな感じなんで、詰めるためにその飲食をできないようにっていうので、映画館でポップコーンがもう販売中止みたいなのに。そういう意味か。お客さんが来すぎてなくなったわけではなくて、そうですそうですそうです、売らないっていう方針になって。そうなんですね。そうです、みんな黙っとけと、黙ってみろと、黙ってみろって、まあ、まあ黙ってみますか。インドとは違いますからね、うん、え、インドですか。インドとかはなんか結構踊りとかあるじゃないですか。うん、あの時こうみんな踊るらしいですよ。マジですか、映画でですか。踊ったりとかするらしいですよ。へえ、まあ、海外結構ヒューとかあるんでしょ。そうなんですか。そうそう、日本ぐらいさ、あの黙ってアホみたいな、みんなアホみたいな、いう話ですよ。いや、噂によって見たことないから知らないけど、はい、その話に聞くとそうだって言ってました。へえ、はい、そうなんですね。そうそうそう、全然違うんですね、日本と。違うみたいですよ。へえ、じゃあその、まあ、今日はこの鬼滅の刃がこう流行ってるというので、はいはいはい、まあ、実際その鬼滅の刃から学ぶ、
まあ、ビジネスのヒントみたいなのをこう無茶ぶりすんな急にこうねこう渡していく感じでお願いしていきたいなというふうには思いますけど、いやなんかね、はい、あの例えば最近よく話してる話があって、はい、鬼滅の刃って面白いですか？鬼滅の刃僕はその面白いかどうかで言うと、まあ、別にそんなこう普通かなぐらい。いやそれなんですよ。それなんですよ。あのね、はい、僕らの世代、まあ、僕らも40前後とかの人たちに聞くと、はい、まあまあ面白いよと、うん、面白いけど、はい、そんな流行るっていうのが大方の意見、うん、そんな流行るみたいな感じですね。なんですよ、うん、で、うん、若い子が見るとむちゃくちゃ面白いって言うんですよ。うん、でこれが本当ね、はい、むちゃくちゃやっぱ勉強になるなっていうのは、あその普通一般的には普通やけど、はい、ある層に流行るっていうのが勉強になるっていう。いやというよりはね、あのこれ一番最近僕がよく話すのはその、はい、漫画で比較をするんですけど、漫画で比較、はい、多分その鬼滅の刃の前って、はい、ワンピースが多分一番大きな漫画じゃないですか、うんうんはい、でその前ってドラゴンボールとか、うんまあ、あの辺でしょ、うんはい、ドラゴンボール、はい、っていうふうに考えると、だからその10年ごとぐらいざっくりで言うと、まあ、確かにそうですね、まあ、ざっくりですけどね、うん、10年単位ぐらいじゃないですか、うん、ってことは大体一世代12年って言われてるから、大体世代ごとにそういう流行った漫画が、うんまあ、アニメが存在するって考えるとね、はいうんうん、結構ああいうのって僕が結構重視してるのはその、まあ、結局売れてるのってその若者が支持してるからじゃないですか、うんうん、そうですね、で支持するってことはおそらくその世代にこう停留で眠っているこう何かを呼び起こすからこそ流行ってるわけなんですよ。で逆にその僕らが見ても分からへんのはその世代じゃないから眠ってるものがないからまあまあそうやよねみたいな感じになっちゃうだろうなっていうふうに思ってて、でこの3つを比較することによってその各世代のこう考え方がすごく分かるなって思ってるんですね。だから僕自身結構その若い人の文化って結構こうずっと追いかけ続けてるんですよ。でそうすると例えば、うん、今高校生の子たちが社会に出始めて10年ぐらいとか経つとこう、うん、マーケットのこう、まあ、ど真ん中に入り始めるじゃないですか、はい、ってことはその人たちの価値観の商品サービスが流行るようになってくるわけでしょ。そうですね。って考えると鬼滅の人たちってまだ多分今じゃないんですよ。あとこの5年10年経ってくると、うん、マーケットの中心に踊り出てきて、はい、僕たちはその彼らに対して対応しないといけない。だから今は多分、ま、ワンピースの人たちに対応、この若い世代だったらね、もっとおっさんだったら多分ドラゴンボールの人たちだったと思うんですけど、うんうんうん、っていう風に考えていくといいですよと、うん、そのマネジメントする上でも、うん、鬼滅世代とワンピース世代とドラゴンボール世代絶対違うし、うん、商品売る時でもこの世代は違うよねっていう見方を僕は結構よくするんですよ。全然違うんですか？もうそれは、まあ何が違うねって言われたら、まあ、最後も、まあ、これ系ってその漫画から学ぶなんとかっていうのは大体ね、はい、こじつけなんですよ。そうですね。特にあのキングダムに学ぶマネジメントとかあるでしょ。あんなもんアホかと。あんなもん漫画からなんか好きなとこ取ってるだけやから、その人とはちょっと違うんですけどね。だからなんで流行ってるのかって構造を見ることによって、なんとなくそのマーケットを知るっていうのがあって、僕一番あれ大きいなと思ったのが、主役が炭治郎でしたっけ？炭治郎ですね。炭治郎は別に旅したくないでしょあれ。まあそうですね、いやいや始まってるじゃないですか。うん、そうですね。なんか元々はこう家族で一緒に団らんとしておきたい的な感じですね。まあドラゴンボールはちょっとまあ微妙にいやいや感はあるんですけど、まあどんどんでも自分から自主的に進んでいってるのは分かると思うんですけど、はい、ドラゴンボールで自主的になんですよ。でワンピースも自主的になんですよ。そうですね。海賊王になるって聞いた。そう。けど、はい、炭治郎って違うでしょ。いやいやなんですよ。まずそのスタートが違う。うん、確かに全然違いますね。だから多分若い世代はそんななんか頑張らないですよ。それこそ。で見ることができるじゃないですか。その自主性でこうやったりとか、こうなんか行動したりとかっていうのじゃないっていう世代っていう。そうそうそう。で、ドラゴンボールって、強くなって言い方が多分一番分かりやすいと思うんですけど、ドラゴンボールって、もう修行して強くなるんですよ。確かになんかどっか行きますよね。なんか精神と時の部屋行ったりとか、まあ、戦ったりとかして強くなっていって、その中でこうライバルとかがたまたま仲間になるっていう感じなんですよ。でもワンピースでどっちかっていうとこの人仲間にしたいって仲間になってるでしょ、特に初めの方って。まあ確かにそうですね。こいつとみたいな感じですね。そう、はい、俺は何とかしてお前と仲間になりたいっていうふうにその自分の仲間を探して、やってる、で炭治郎はまた違ってて、こいつを殺す、鬼を倒すっていうのがあって、たまたまこれも集まってるメンバーなんですよね。確かにそうですね。そうなんです。ってことはチーム編成の仕方も違うんですよね。はい、
全然違いますね。違うじゃないですか、はい、っていう風に見ていくと全然その世代の見方、うん、その世代でこう共感するところが違うんだなということを理解していただけると思うんですよ。なるほど、確かに全然仲間の集め方が違うっていうのはこう、そうそうそう、で強くなっていくのもだから、なんていうかな、こう修行とかでもないし、チームプレーでもなく、なんか気づきでしょ、気づきで強くなっていくんですよね、炭治郎って、っていう感じです。なるほど。それってその世代の、なんていうんですかね、その例えば今のその鬼滅世代が集まると、はいはい、そういう気づきでこう、なんていうんですかね、こうチームができるっていうのはイメージわかるんですけど、はいはいはい、世代がこう結構、まあ、チーム編成ってなったら、こう、はいはいはい、なんていうんですかね、階層的に全部が一緒になるみたいな感じになると思うんですけど、うんうん、その時にどういうふうにこうマネジメントしていくとか、チーム全体としてはそう意識するというのは、だから僕らドラゴンボールなんですよ。ってことは個々人頑張って修行しろよって思ってるんですよ。そのチームとしてのメンバーに対して、ね、でも多分その20代の子炭治郎はしないんですよ、修行なんか絶対するわけないんですよ、仕方なく行くところがあったらなんとかやっていく中でなんか気づいて、ああ上手くなっていったみたいな感じになるはずなんですよ。ってことは彼らに対しては修行を与えてはいけないんですよ。お、初めから目的を与えて、はいはい、それに対してあのやっていく中で気づかせていくしかないんですよね。でワンピースのグループに関して言うと、じゃがでワイワイガヤガヤ楽しくやっときゃなんか強くなっていくみたいな感じ、あ、そうなんですね。そう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 、へ、じゃあそのフィードバックの仕方だったりと か目標設定の仕方がガラッと変わるみたいな感じ、ね、違うと思えばいいんですよ。で別にだからといって、うん、若い子がドラゴンボール型じゃないとか、うん、とは言わないんですよ、はい、その傾向が強いなんですよ。だからドラゴンボールっぽいな、ワンピースっぽいな、鬼滅の刃っぽいなっていう、なんとなくレッテル付けをする、レッテル張りをすると、なんとなくそのなんていうか、やりやすいじゃないですか。確かにそうですね、決めつけの道具に使うんじゃなくて、決めつけの道具に使うんじゃなくて、なんか この子は炭治郎8ぐらいやなとか、ルフィ2やなとかみたいな感じで扱っていくっていうふうにやると、結構見やすく、なんかこうマネジメントしやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。なるほど、なるほど。キャラクターに例えてそういう形でこう目標設定とかマネジメントするとすごくやりやすそうですね。そうそうそう、だからなんとなくその物語の構造とかの違いっていうのを自分なりに分析してもらうと、あのその辺の違いが分かってもらえるんじゃないかなって思いますけどね。なるほど、そういうふうにしてみると全然こう見方が変わりますね。そうそう、ね、そんなんして見るんやったら別にいちいち見なくてもいいでしょ、ゆっくり、まあ、確かに長いし、2倍速見てこうどんなんかなとか分析してるからね。そうそうそう、確かにそう言われてみると全然見方が変わって、映画を見るっていうよりかはそこから学ぼうというか、う、構造から、だから僕は必ず構造から必ず見るようにしてて、どんなものも映画とかも全部そうなんですけど、構造を、物事を楽しむっていうのは構造を見るっていうことを意識して見てるので、その構造を見るっていうのはその目的としては なんでその構造から見るみたいな感じなんですか。なんでなんでしょうね、わかんないです。でもそれが楽しいんですよ。ああ、この紐解いていく感じみたいな感じですか。そう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 。だからなんでこの主人公はこういうことを言ってるのかっていうのは、主人公がこう言ってる理由もあるんだけど、なぜ主人公にこう言わせてるのかって監督の意図もあるじゃないですか。ああ、なるほど。で、どちらかというと監督の意図を見たいんですよ。はあ、うん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 。監督とかまあそのストーリー作ってる人の意図が知りたくて、はい、で、だいたいよく言うんですけど、その物語って特にハリウッド映画っていうのは、はい、あの神話の法則に従っていて、ね、ワンパターンじゃないですか、はい、あれから始まったんですよ。ワンパターンやなと思って、どうやってワンパターンなのかこうやってチェックして、この映画やったらここがその出会いのとこやなとか、はいはい、ここが葛藤のとこやなとかって全部やってたんですよ。で分析しちゃったんですか。そうそうそう、たまにやってたんですよ。そうすると、最近その物語をそういうふうに見てしまう癖がついてしまったんで、じゃあもう大体もうその流れみたいな感じですか、映画とかストーリーみたいな。いや違うのもあったりとかしますよ、やっぱりし、微妙にその構造が違ったりとかするし、あのよく言うんですけど、昔は目指すべきものがここにあって、そこに対して向かっていくっていうパターンが強いんで、例えばロッキーなんかはすごい分かりやすいと思うんですけど、はいはい、でもどっちかっていうと今ってそうじゃなくて、本来あるべき姿ってここにあって、まあ、シンデレラみたいなのもそうですけど、本来あるべき姿、私はもともとシンデレラたる人間なんですけど、たまたまいじめられてると、けどもちゃんとドレス着せられたシンデレラやねみたいな、はい、多分ああいうストーリーのパターンがやっぱりどっちかというとこう主になりつつある、どっちかというと女性っぽいですよね、っていうのが増えてるよねっていう感覚はありますね。なるほど。でもちょっと微妙に構造が似てるんやけど構造が違うっていうのを見ていくと、こう社会の流れとかも見えてくると思うし、特にこう流行ってるものを比較していくと、そういうのが
構明らかに分かるようになってきますね。確かに面白いです。ちなみにその鬼滅は映画館で見張るんですか？いや見ないですね。あ、見ないですね。そのじゃあこう鬼滅が流行ってるっていうのはこう倍速で別に迫力で見たいわけ、見たい映画でもないでしょう。あ、なんか結構泣くみたいですよあれも。映画僕ね泣かないですよ。だからえそうなんですか。そうやって見るから次泣かすでって思うんですよ。どういうことですか。 次泣かすでって。だからこういう構造で見るでしょ。あ、はい、こうこうこう、こう来たらあそりゃそう泣かすところが来るよってなるじゃないですか。で泣かすとこ来た。あ、そうそうそう、はいはいはい、来たね来たねってなるからまあ泣かない。なるほど、そういうことなんですね。そう、あなるほど、なるほど。じゃあもう全部分かっちゃうというか伏線もこれはこう来て、まあ、全部が分かるとはもちろん分かん、あの、あれですけど分かんないですけど、でも、うん、あのなんとなく意図も分かってくる。意図が分かると冷めてくるんですよね。うん、確かにそうですね、うん、あこういう理由でこんなこと言っとんなとか、うん、あっていうなんか寂しい気持ちになりますよね。映画行って寂しいなみたいな。あ、またまたこのパターンか。分析しまった。そう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 。それは結構ありますね。じゃあまあこの鬼滅もこう流行ってるということで、うんうん、今回はこの鬼滅から学ぶではないですけど、はいはいはい、まあ、実際にそのマネジメントするときにこうどうしたらいいかみたいなでこう話していただいたんですけど、そうだから多分炭治郎だ、その鬼滅と多分ワンピースと本当ドラゴンボールを比べてもらって、うん、どこがどう違うのかって構造を見てもらうと、今みたいなその主人公のね、そのゴールに向かい方、スタートのところとか、うん、ね、あの仲間のあり方とか、あと敵に物語があるないとかね。ああ、確かに本当っすね。そうそう、ドラゴンボールないじゃないですか。ないっすね、倒して終わりみたいな。そう、しかも分かりやすく悪じゃないですか、うん、でも鬼滅ってそうじゃないんですよね、うん、一応、まあ、鬼には鬼なりの論理がやっぱあるじゃないですか、うん、でワンピースってやっぱその間ぐらい中間なんですよ、うんうん、うまいことなってて、うん、っていう風に見ていくと、あのすごくそのってことは、彼らはその世代の人たちはやっぱその世代見方で社会を見てるので、うん、やっぱそういうこう意見とか考え方もそうなっていくよねって見れば、なんとなくね、こう考えてることが見えてくるんじゃないかなって思いますね。うん、はい、確かにめっちゃ面白いですね。はい、ぜひそういうふうに見てもらえるといいんじゃないかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ今日これ見ていただいている方も、はい、まあ、鬼滅がこう流行ってるとこういうところありますが、うん、この世代別とか、うん、そのアニメからはこういう流れ来てるんだかなみたいなのをこう見ていただく。そうだから、そうですね、なんか流行ってるものを、まあ、へってなるじゃないですか。僕もそのタイプなんですけど、うんうんうん、でもそこは逆にだから、まあえてそれで分析して、あ、うん、だから流行ってるんだってことを考えるっていうその癖をつけてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ今日見ていただいている方もぜひですね、まあ、その漫画だったりとか、その流行りから分析してやっていただければなというふうに思います。はい、はい、それではですね、本日のレスポンスチャンネル以上で終了となります。最後までご覧いただいてありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなど、あなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。